Who dares to enter the mayhem? Axel Lowe。 はい、決勝戦です。 A 番台だよね、決勝戦だよね。 1P 側が FAB 細巻き、投げファーストロイソロチーム。 2P 側打つだアクセル、首がメイペンちゃん、ザッとなっております。さあまずは細巻き対アクセル。さあマイハイのキキャンでかっ飛んでいくジョニーのような、今はなきジョニーのような軌道ですね。さあエネルギー充填完了ということで、フェーズシフト走行もフェーズダウンしておりません。ああいたかーに対してハンマーエクセントダメージスライドヘッド、もういけもういけ 2S もういけ、やったー。スライドヘッドからこのダメージダウンは取れませんなおダウンは取れん模様みたいな、これがなんか大体ついて回ってしまいますね。そして固まったところに突っ込んでいくハンマーキャンバスター一本選手 FAB 星野金。さあマイハイマイハイ天天様ジャン S から天天様足払いを差し込んでジャンハイ 2K2S マイ K からマイ K。さあ連戦で追い返す、しかしゲージが溜まっていく。うわーこっち来たが間に合わず、点々ガード、マイケー。いやこれはできないが、こっちの方がいいのかもしれない。ダウンは取れませんが画面端打ち出して逃げる。金 S タッチアイスラー距離を取ってタッチ P。非常に嫌な場合ですね。しかしここでスライドヘッド 2P 重ね飛ばしてゆく機関でフォロー、ここは飛んでエンゲスカウンターヒット、残り体力はわずか、弁天弁天。あーここでスライドヘッドの刻めはちょっと待つ、弁天に出して足払い悩む画面端固まってしまったが2敗者に対してメガフィスト、勝ったのは FAB バジョナキン。保身にたければ負けはすまい、だが決死の覚悟なくして勝利は得られる。 Here comes the daredevil who dares to enter the main. Sato won Opera Chopki versus Zato. Heaven or Hell Duel 1. Let's rock. はい行きましょう。ペンちゃんZato対するは FAB 細巻き。さあガンガン前に出る FAB 細巻きに対してペンちゃんの佐藤が画面端、これはいい感じ、大丈夫かな。そしてヒートは飛んで回避、高軌道つついてドリル回して P で触って、さあ投げを匂わせての突破、すぐ戻してエディゲージ回復、すぐさま伸ばす、きつい。さあハイスロードルガード後に影玉力ガッツポーズ今エディがガッツポーズしてるように見ましたね。さあ S ドリルを置いてここから召喚、つついてつついて、これは見えません。置き攻めはガーフキンバーストで回避。ジャンエス抑え込んで、お、これはじ 2P キャンセル 2S、 ここが普通に喋れませんでした。勝ちでしたらバリルジャンフェは当たらない、耐えて前に出て 2K 差し張りが届かない、ジャンピーで追い返してジャンエス落ちろ、落ちない、さあまた出たー、トリシューラッシュマシ、おトリシューラッシュ像にしときましょう、ファムリー画面端、そしてポーションムキンバッサー取り返していくのは FAB フスムキン。2P 足払いから方向回避、お来た、当たっているが何もつながらないそしてここは足払いまで置き攻め、ジャンエスバックステップからここはダウンを取りたかった、ローマンキャンからの前 K 貼り付けて勝ったのは FAB 星野金。対処せず対処させず Here comes a daredevil who dared to enter the main。あ、名前変わってる。ああ、あかんやつやな、これ。汚い男たちのちょっと称号はちょっとまずいですね。さあ、そういうわけでいきましょう。FAB もちもき3タで優勝なるか。ちなみに、面戦は。キャンセル以外にトリシューラが確定するとやったぜみたいな感じのところがありますが、どうでしょうか。2敗対空、さあここは飛んで回避、タチケ 2S 足払い、さあ 2S でバックスを捉える、非常に高性能なバックステップ、おーっと下で喜んでいた、前ヘッド落としてビールカー飛ばす、おおこれを読んでいた、吹っ飛んでいく、ガードは間に合っている、足払い引っ掛けてタッチ系から 2S までで5ピンは間に合わず、ダメなしイルカ追いかけてタッチ配球に対してイルカカウンター判定になっております。今回飛ばしているか、ボール、このボールがやばい、何が入っているんでしょうね、非常に強いです。さあ遠距離戦、はいはい、その中断ついつい前肺がついです。キープロードしたらゲージなくなっちゃいます。追いかけたい、前肺ガード、ここ一度前肺をガード追いかけ回す場所になかなか捉えることができない、画面端もう止めばクジラが確定してしまいます。自分の船に穴を開けていきます。うわーブリッツが出てしまった、そしてイルカ、イルカきつい、ダーストバイクバースト、さすがにつらすぎた、出たー追いかけろがダメ、じゃあはいドリスが ICBM からのこれはビオールか、ビオールランだ、ビオールはそして前、はい、ハンマーホールまでそこから逆転するか、やばいですね。さあ、ここから優勝へまであと1ラウンドとなりました、FAB 星野金。ナイスから、コパンハンブレ、PPPKKP と決めて、ブリッツをそうですね、取ったら、そのブリッツ返しの読み合いにもう、読み合い無視の。前ハイサラカーンとぶつけたからいいですね。あー出た、かっこいい、以上トリシューラかっこいい、いやだな、シークレットガードとかでもね、たまに避けれますよ。ガッツポーズ、流れ変えるか。スライドヘッド、これラストはフィニッシュボールが守ってくれる。タッチはいらない。ゲージあるぞ、画面端近づいてジャンハイ早め出し、前系からガードゲージを貯めて、ここでタックルガード端、危ない。そしてジャンハイさんお互いに怪しいイルカを出す、待機させてめくり、画面端張り付いて戻ってきてバーボールガード。さあ2段ヒットのでハンマーホール終了。ジャンハイを空投げ、2杯からのめくり、拾えたら終わっていたが、飛んできてノーマンからの前杯、ハンブレニエス、あー、ここでリバーサーの横いるか、勝ったのは首はメイ。